あれが、ごきょうさんのポーチから、いつも、ごきさんとかは、まあ、いろんな話聞きますね、やっぱり。やっぱ、元木さんは、やっぱ、Y さんが学生の時から、もう、語り継がれるレジェンドみたいな。いろんな伝説聞きますね。ちょっと、一個待っていいですか。元木さんは、もう、毎日、グラウンドで、グラウンド横のことで、だから、なんか、あの、排気力を手に入れて、あの、化け物が生まれたみたいな。そういうのがあると、真似する人とかいないですか。乗車学園なんですけど、部員数ってざっくり何人ぐらいいました？大体7、80人ぐらいかなって。そう、強豪校とか、うん、その大阪の中で言うと、なんかそこまで人数多い方じゃないですよね、80人ぐらいだったら。そうですね、そこまでは多くないですね。他の学校の方が多いと思いますね。行政とか、最近だったら大阪あ、遠いとか。そうです、行政とか大阪遠いのが多いと思います。僕らの時は、大体一学年25から30行くか行かへんくぐらいだったと思いますね。その入部テストみたいなのがあったりするっていうことではなく、今はもう全くないですね。あまり県外とかから取らないってことですかね。県外から寮とかがないんで、ちょっと今はわかんないですけど、僕らの時は寮とかなかったんで、もう県外って言っても、まあ、奈良とか兵庫とかからっていう形でしたね。基本全員通いで。じゃあもうほとんど経験者が入部する感じですかね。もうほぼ経験者でしたね。特待生制度ってないんですか。特待とかないと思いますね。有名な、はい、OB って誰がいるんですか。今の教授さんのコーチからは、いつも元木さんとかは、いろんな話を聞きますね、やっぱり。やっぱ元木さんは、やっぱ Y さんが学生の時から、もう語り継がれるレジェンドみたいな。いろんな伝説聞きますね。ちょっと一個もらっていいですか。元木さんは、もう毎日、グラウンドの横のところで、スコップ持ってって、で自分が入る背丈の穴掘って、埋めて毎日帰ってたみたいな。その時代背景ももちろんあるんでしょうけど、やっぱ強烈ですね、はい、そういう。いやもう、あ、だから、だからなんか、あの排気力を手に入れて、あの化け物が生まれたみたいな。でもなんかそういうのがあると、なんか真似する人とかいないですか。あ、なんかたまに、なんか、あ、そういうのがあったからやるって言ったんですけど、みんなもう、あ、そんな背丈ほどの穴掘れないんですよ、普通に。そうですよね。グラウンドって土ですか、芝ですか。はい、あの土です。でも河川敷だからあんま硬くない。いや、雨とか降ったらですね、もう次の日とかもガッタガタで、もうめっちゃ硬くなるんです。1年がそれを整地して、なんか1年の整地が一番しんどかったですね。で、先輩が連打とかしたら僕らのせいなんで、なんかめっちゃ怒られたりとか。グラウンドのせいと先輩のせいですよね、そんなの。あ、そうです、はい。なんかもう前の整地が悪いから怪我したみたいな。まあ、結構全国大会は花園、はい、多かったですよね。花園は多分全部で、5回優勝してますね。まあ、直近でも、まあ、花園は常連で、まあ、ベスト4、ベスト8ぐらいは、まあ、常に入ってるような感じですよね。そうですね、はい。やっぱ練習頻度ってやっぱ多かったですか。練習頻度もほぼ毎日練習してましたね。まあ、たまにオフがある感じですか。そうですね、たまにオフがある感じでしたね。なんかそのオフもテスト期間中だけでしたね、オフを回ったの。練習時間は結構長かったんですか。練習時間は2時間ぐらいだと思いますね、そこまで。じゃあむちゃくちゃ練習時間は長くはないって感じですか。はい、なんかたまにめっちゃ長い時とかあったっすね。僕らがまあ試合とか負けたりとか、なんかしょうもない試合とかしたら、もう乱発50本とかしてましたね。終わらなかったっすね。じゃあ朝練はなかったんですか。あ、朝練はもう自由でしたね。1年はまあ整地とか、まあボール磨いたりとか、まあいろんな仕事があるんですけど、2年からはもう自由に、まあ走ってる人もおれば、気取りしてる人もおれば、スイング投げてる人っていう、もうそれは各自に任されてましたね。じゃあ1年生は基本その朝行かないといけないんですか。あ、1年はもうマストですね。すいません、今は本当にどうなってるかわかんないんですけど、僕らの時はもうマストでした。整地して2軒、3軒目とかにちょっとバッて雨降ったりする時とかはどうだったんですか。雨とか2軒、3軒目で雨降ったら、あの昼休みに水抜きに行くんですよ。スポンジと、あれ、スポンジに持って。いや、やっぱそうなのかなと思いながらちょっと聞いたんですけど。じゃあ1年生はあれですね、ほんと結構気張ってないと。そうですね。で、1回昼休み、もう今度はもう一緒やんみたいなんで、1年誰も行かなかったんですよね。先輩上から見てて、あの校舎の上から、お前なんで昼行ってないみたいなんで、もうやばかったですね、その時は。
で、グラウンドがちょうどでっかい校舎からもうめっちゃ見えるんですよね、もうジャストのところで。校舎が高いから。やっぱ上下関係ってそれなりに厳しかったですか？そうですね、やっぱ厳しかったと思いますね。まあ、3年生はもう神みたいな存在で、はい、なかなか1年生との距離感とかはもうかなりあるような感じですか？あ、そうですね、まあ、もちろん先輩にはいるんですけど、僕が入った時は3年、2年、1年で3年がもう大師匠なんですよ、もう言ったら神みたいな感じで、で2年に真ん中折って1年でこう 3、2、1でこうこうなんかお月ではないですけど、まあ、その人にこうずっとついて世話するみたいな。で夏の暑い時とかだったら、まあ、もちろん上の先輩にもよるんですけど、なんかこう師匠水っていうのを作って、例えば持っていかなくていいから半分凍らせてアクエリ半分入れてレモン絞ってこいっていう先輩もおれば、もう別に何もいらんとか洗濯とかもさせてる先輩もおれば、もうなんか全部その人の、まあ、お世話ではないですけど、そういうのもありましたね。師匠水やお前な師匠水って呼んでましたね。今日師匠水忘れてやばいとかっていう話はあったりするんですよ。あーね、師匠水作り忘れたとか言ったやつやったら、もうコンビニ行って買ってなんか作ってましたね監督とかコーチとかの、まあ、関係性というか距離感っていうのはどうでした？あー、そうですね、まあ僕らの時はもう監督も、まあ、練習もほぼ自分らで決めてたんですよね。決めてたというか、今日はまあこういう練習みたいなんで、あんまり監督からなんか言われてやるっていうことはなかったので、で、けど本当に監督もまあ怖かったですけど、けどそこに怖からって変な距離感があったっていうわけではなかったですね。割と健全な形というか、本当にまあちゃんと監督の威厳はありつつ、それがまあ風通しめちゃくちゃ悪いっていう感じでもなかったと思います。あ、そうです。風通しとかも全然悪くはなかったと思いますね。なんか意外、練習はスパルタじゃないって感じですかね。結構自主性があるような感じ。あ、そうです。練習は、まあもちろん、あの基礎練習は、まあ、他の広告とかに比べたらランパスとかやっぱりこう、なんか当たりバックっていうのがあって、一生こう、1分間バックに当たり続けるみたいな練習とかもあったんですけど、そういうのもあったんですけど、まあ練習は割かし、その、みんなが思ってるやっぱ上昇高台っていう練習よりは、結構自由な感じでやらせてもらってましたね。結構意外かもしれない。なんかそこも筑紫を超えてくるのかなと思ったんですけど、スパルタ具合。なんか意外とそうでもなかったかもしれない。全然。はい、そこは筑紫の方がすごいかもしれないです。正直そうですね、あの筑紫の足元にも及ばないですね、そこは。そうなんです。まあ練習見にはやっぱ基礎練習が多かったってことですね。そうです、やっぱり基礎練習は多かったですね。もともと僕が特に変わったなと思ったのは、1年の時はやっぱりもうずっと基礎だったんですけど、2年に上がる時にニュージーランド行かせてもらって、でそこでやっぱ監督もこうニュージーってやっぱりもう片手でパス投げても、まあ、通ったら OK みたいな、オフロードも監督自身もそういうちょっとマインドというか頭になって、だから昔とかやってもう絶対両手でパスとかしてたんですけど、もう片手も通ったら OK みたいな感じで自由になっていったと思いますね。ニュージーランド行って監督が変わるって話がよくありますよね。はい、だからそこで、まあ、チームのスタイルもちょっと変わったんかなっていう。まあでもそれだけ柔軟性を持った人だったってことですよね、うん、監督コーチ陣が。ああ、そうだと思いますね。はい、で練習メニューとかは基本監督が決めるんですか？そうなんです。一応ですね、まあ、昼休憩の時に監督のところに、まあ、リーダー陣で、月曜日と水曜日がウェイトの日だったんで、それはもうウェイトだけだったんで、それ以外の日はまあ今日こういう練習しようと思います、まあもちろんランパスとかその当たりバックっていうのは入ったんですけど、それにプラスアルファ今日は、まあ、試合でこうやってかこういう練習が必要とかって話して、まあ自分らもこういうのしたいです、で監督からいや今日はこういう練習しようみたいな感じでちょっと話して練習するっていう形でした、ね、やってる側としても、まあ、理解が深まるっていうか、こうなんでこの練習やるんだろうみたいなところはしっかりと納得感を持ってやれてました。あ、そうですね、それはなんか不安とかそういうのはなくて、まあ自分たちは納得してやってましたね、うん、もう負けた次の日とかは行ったらはい走る、もうそのまま行ってどっか行きましたね走るだけ言って、はい走るだけ言ってもどっか行きましたね入学する前とのギャップ、まあ、正直、まあ、上下関係とかもう自分がも想像してるよりもっとすごくて、でもっとこうガチガチじゃないですけど、もっとなんかこう基礎練とかがやってるイメージだったんですけど、こう入ってみたら想像より自由で、自分が想像してるよりは上下関係もやっぱりそこまではなかったですね。そもそもなんでその強豪校が他にある中で上昇を選んだんですか？
その中学校からまあずっとまあポジションフォワードだったんで、フォワードだったらまあ自分なんかやっぱり高大っていうイメージがあったんで、戸上監督からもまあ婚約もかけられて、まあ徐々に行こうって思いましたね。あと結構僕らの代はいいメンバーも集まるっていう話も聞いたりしてたんで、ただ一方でマイナス要因っていうか、そのラグビー部ならではのなんか変なところってありました？まあ、ちょっと愚痴では愚痴って思われるかもしれないですけど、なんかネクタイなんか2種類あるんですよね。赤と緑があるんですけど、なんか1年は絶対赤しかつけたらあかんとか、靴は1年は絶対みんなローファーって履いたりするんですけど、1年は絶対スニーカーしないとあかんとか、あとマジで意味わからんかったが、エナメルバッグは伸ばすかつけがけにしなあかんとか、なんかいやそのルールいらんやろみたいなのはめっちゃありましたね。もう数えたら数えてきりないです。それはでもなんかありますね、そういうのって。なんか本当にこう紐解いてみてもその根底に何があるのかわからないルール。あ、そうなんですね。はい、ラグビー部ってなんか結構なんか推薦枠もらえたりとか、なんかそういう進学とかってどうだったんですか？結構良かったですか？あ、そうですね、進学は もちろん自分たちの結果次第だと思うんですけど、まあ、ある程度の有名私立大学とかにはまあ推薦でみんな行ったりとか2人で行ったりとかしてましたね。結構なんか進学にあたって監督とかコーチからの、まあ、手厚いフォローとか結構ありました？あ、そうですね、監督はやっぱり顔も聞く方なんで、まあ、ご利用しではないですけど、ここ行きたいんですって言っても押し込んでくれたりとかはあったと思いますね。最後に YouTube 見てる人に、上州学園卒業してから年数経ってると思うんですけど、まあ、おすすめ度も10点満点つけるとしたら何点ですか？まあ、10点です。すごい。なんか僕らが想像してた上州学園よりかはなんかその自由なところが見えたりとか、まあ、しっかりとコミュニケーションを取れて、まあ、チームを監督コーチ、まあ、選手が一体となって作り上げていってるんだなっていうのはなんかしっかりと見えました。今日やる前はなんか勝手に近しいものを感じてたというか、筑紫高校となんか、まあ、上州学園、まあ、大工大は、はい、結構似たところあるのかなと思ったんですけど、そんなことなかったですね。まあ、どんどん変わってきてると思います。僕、やっぱ1年から2年に上がってきて、相当やっぱ変わったなと思いましたね。まあね、そう、1年から2年の時に大きく変わったって言ったように、多分常にアップデートもちろんされてると思うんで、まあ、そういった点ではこれからの上州学園もかなり期待できるかなと思いますので、やっぱ注目ですね。はい、じゃあそういうことで、はい、本日は上州学園 OB の Y さんに来ていただきました。 Y さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。